ロタは、チリのビオビオ州にある都市、アラウコ湾に臨む。1662年10月12日にアンヘルでペレード総督が建設したサンタマリアデグアダルーペを、前身とするが、アラウコ戦争で壊滅した。19世紀中頃に、炭鉱の町として発展し、1875年1月5日に朝鮮、調整志向、1881年11月30日には、 市に昇格した。市名は、マプチェ語で、小さな村を意味する、ラウタに由来するとされる。市内の炭鉱は、サルバドールアジェンで政権時に一度国有化されたが、アウグスト・ピノチェとのもとで、再び民営化された。石炭資源が枯渇しかけた1990年代、追い打ちをかけるように、コロンビア産の安価な石炭が出回るようになったため、鉱山は閉鎖され、 住民は貧困に落ち込んだ。今日、ロタはチリで最も貧しい都市の一つで、観光を軸に、経済の活性化を図っている。見どころとしては、炭鉱跡や、ホワイトビーチ、コーシーニョ家の手になる、ロタ公園、それに、ロタ歴史博物館がある。また、チビリンゴ水力発電所は、トーマス・エジソンの設計で1897年に、作られた。 地理発の水力発電施設である。近年、町は、コンセプシオン大都市圏の一部とみなされるようになった。国立統計研究所が行った2002年の国勢調査によると、ロタ市の面積は135.8平方キロ、人口は49,089人である。このうち、都市部には48,975人が、農村部には114人が住んでいる。 前回の1992年の調査に比べ人口は2.3%減少した。ロータ氏は議会が行政を司り4年ごとに選挙で選ばれる。市長が統率する第3級行政区画に位置づけられる。現在の市長はパトリシオ・マルちゃんとウジョアである。国政では上院の第13選挙区と下院の第46選挙区に属する。 1> 第1歳区選出の上院議員は、ビクトール・ペレス・バレラとマリアーノ・ルイス・エスキー・デ・ハラ。第46区選出の会議員は、マヌエル・モンサルベとイヴァン・ノ・ランブエナである。ありがとうございます。